はい、こんにちは、ヒカックゲームズです。今日もですね、ウイレアプリ2020最新情報をやっていきたいなと思います。本日はですね、FP 予想動画やっていきたいなと思います。イエーイ。はい、いつもですね、火曜日にやる企画なんですけど、はい、今週遅れてしまってすいませんでした。ちょっとね、いろいろバタバタしてて今めちゃめちゃ忙しいんですよね。はい、なのでちょっと毎週火曜日っていう僕の中でのルーティーンが崩れちゃったので、はい、ラグビー元日本代表のさ、五郎丸さんもルーティーンからこうキックを決めるってやってましたけど、はい、今回ルーティーンが崩れちゃったので予想も崩れちゃう可能性はあるかもしれないですね。ということで、まあそれは冗談として、12月12日の週間 FP と12月16日のクラブセレクション予想をやっていきたいなと思っております。はい、でまずはですね、12月16日のクラブセレクションからやっていきたいなと思うんですけど、前回の振り返りからですね、はい、で今週予想がですね、一応こんな感じだったんですけど、はい、実際来たのはですね、ユベントス&バルセロナということで、はい、完全に外れましたね。いや、やらかしたなこれね。いや、でも待って、みんな弁明させてほしいんですけど、これね、現実の試合で今までずっとクラブセレクション来てたんですけど、いきなり変化球飛んできたんですよね。はい、なので正直ね、これは予想できない。結果的に激アツガチャだったので良かったんですけど、はい、ちょっとこれは変化球すぎてね、なかなか予想は難しい展開でしたね。で、今週ですね、リーグ戦とは全く関係ないところから来たことによって、今後の予想っていうのはより難しくなってきてるんじゃないかなと思ってます。で、そもそもですね、なんでこのタイミングでバルサとユベントスが来たかって話なんですけど、ここについてちょっと調べてきました。で、こんな画像を見つけたんですけど、はい、月曜日ぐらいからですね、解禁されたこれ公式大会の画像で、公式大会で使える10チームのそれぞれのマッチングを表すね、画像になるんですけど、見てください、これバルサとユーベの試合があるんですよね。で、実際のですね、対戦表っていうのがこれになるんですけど、今週のですね、12月14日に試合があって、その中のバルサとユーベがピックアップされて CS に登場したと、そんな形になるのかなと思っております。で、これ実際はですね、ゲームの大会ではあるんですけど、コナミさんの公式大会ですし、なんだろうな、なんか現実のリーグもゲームの中のリーグもなんか全体で考えて CS としてくるみたいな、そんな感じなのかなと思っております。これですね、まあ、リーグの境目なく CS ガチャができるってことを考えると面白い試みではあるので、はい、今後ちょっとウォッチしていきたいなと思っております。で、このゲームのですね、日程なんですけど、今回が12月14日で、次のマッチ2っていうのが1月11日になるので、おそらくまたこのタイミングで別の CS ガチャ、別のっていうか、その時のマッチングから CS が来るんじゃないかなとは思ってますので、はい、とりあえずそこまでは、またリーグに戻るんじゃないかなというところで、今回はですね、リーグ戦の予想していきたいなと思っております。で、すいません、ちょっと前置き長くなっちゃったんですけど、はい、今週の搭載候補としてはこんな試合があるのかなと思います。もう一気に出しちゃうんですけど、はい、プレミアリーグからマンチェスターシティ対レスター、あとはトッテナム対チェルシーもありますね。セリアからはアタランタ対 AC ミランで、スペイン、ドイツ、フランスに関しては注目のマッチっていうのはそんなに上げなくて、あとはトルコですね、はい、フェネルバクチェ対ベシクタシュということで、上位対決ですし、トルコリーグの FP っていうのは2019の時も来たので、はい、この辺が注目のマッチになってくるんじゃないかなと思っております。まあ、個人的にはプレミアリーグ来てほしいんですけど、結局ですね、前回リーグ戦から来たのがマンチェスターダービーだったので、そう考えると、まあ、今回のはリーグ戦じゃないってことを考えると、プレミアリーグが2週連続っていう形になるんですよね。はい、そうなるとちょっとね、どうなんだろうっていうところで、はい、今週のですね、ガチ予想やっていきたいなと思うんですけど、本命はですね、フェネルバフチェ対ベシクタシュで、対抗がアタランタ・ミラン、大穴がトッテナム・チェルシー、この3つでいきたいなと思っております。いや、マジでね、難しいんだよな、これすげえ悩んで、1時間ぐらい、いやー、どうだろう、どうだろうって思ったんですけど、まあ、トルコリーグあたりがですね、本命になってくるのかなと思っております。まあ、対抗のですね、アタランタ AC ミランが来ても結構熱いので、はい、どっちでもいいかなとは思ってるんですけど、今週はですね、こんな予想とさせていただきたいなと思っております。当たってください、コナミ様。はい、で、次にですね、週間 FP の予想を言ってみましょう。で、週間 FP も先週の振り返りからやっていきましょうか。で、先週はですね、めちゃめちゃ上振れしましたね。はい、超豪華なメンツだったんですけど、なんだかんだ5人当てられてるんですよね。はい、平均的に半分当てられてるってね、地味にね、頑張ってるので、はい、たまには褒めてくれるとすごく嬉しいなと思っております。で、まあ、今週はいい意味でサプライズが多すぎましたね。メッシだったりとかデブライネ、このあたりはですね、もちろん活躍してたんですけど、いや、まさか来ると思ってなかったので、はい、まあ、素晴らしかったですよね。はい、ということで、まあ、この辺も踏まえながら今週も予想やっていきたいなと思います。で、まずはフォワードからですね。で、フォワードはこんな形で、いや、今週期待枠も含めて見ていただければ分かるんですけど、実は活躍してるビッグネームの選手結構多いんですよね。はい、なので結構期待はしているので、先週みたいに上振れしたら半端ないことになるんじゃないかなと思っております。で、まずは注目、一番上のハリケインですね。はい、2ゴール1アシスト、評価点10点ということで、はい、5対0のね、トッテナムの勝利に貢献、素晴らしかったですね。で、先
先制点見ました。もうやばかったっすよね。ダゾーン契約してる方ぜひ見ていただきたいなと思うんですけど、めちゃめちゃゴラッソも決めてましたね。はい、なので個人的には結構硬いんじゃないかなと思っております。まあ、トッテナムに関してはソン・フンミンもいるので、ソン・フンミンもちょっと可能性考えたんですけど、まあどっちか選ぶならケインなのかなと思います。あとソン・フンミン最近出てきてますしね。はい、でハリーケインのですね FP レベマ見ていきましょうか。はい、これアプリでは出てきてないんですけど PS 4版のみで、いや強いよね。オフェンスセンス決定力カンストしてますし、いやこれ欲しいな。ケインマジで使いやすいので、はい、個人的には来たら絶対狙っていきたい選手ですね。はい、で次がですねスアレスですね。バルサメインパートナーからですねスアレス選ばせていただきました。いや半端なかったですね。あのバックヒールでのゴールやばすぎないか。いやちょっとね、あの僕生放送でみんなからおすすめされてみたんですけど、えってなって10回ぐらい見直しましたね。はい、まあ1ゴール1アシストではあるんですが、活躍プラスゴールのインパクトっていうことを考えると十分選出可能性っていうのはあるのかなと思っております。で難しいのは、まあ今回も活躍的にはメッシなんですよ。もうメッシ毎回どんだけ出てくるのって感じなんですけど、でも今回に関してはメッシちょっとタイミング悪いかなと思ってて、週間 FP で出てきてバルサクラブセレクションで出てきて、で今回も出てくるとこのなんか1週間2週間の間に3回出てくることになるので、いやーそれはさすがにないんじゃないかなと思って今回はスアレスにしました。で先週これで手足抜き外してるので、はい、ちょっとねあの気持ちよく言えないところもあるんですけど、まあでもスアレスかなと思いますね。であと2人のですねあのピックアップで言うとホアキンとバーディーですね。はい、バーディーに関してはそろそろ来てほしい。今節だいぶ点も取ってますし活躍してるんですけど、なかなか来なくて、この前に関してはハットトリックでも来なかったので、いやそろそろバーディー来るでしょって意味合いも込めて予想ですね。であとホアキンで言うと今節ハットトリックなので活躍は十分ですし、38歳と140日でのハットトリックということで、これリーガ最年長記録っていうのも作ってますので、これはですね記録的な意味合いも含めて全然ありえるんじゃないかなと思います。っていうか38歳でハットトリック、いや僕もこんな年の取り方したいですね。はい、ということで、まあ、あと期待枠で言うとネイマールデパイあたりとか来てくれると個人的には胸熱ですね。はい、ということで次ミッドフィルダー行きましょう。でミッドフィルダーはね難しい。ピックアップ予想誰にするかすごい迷ったんですけど、まずはですねプレミア首位のリバプールからナビケーター選手ですね。まあ、リバプールからっていう意味で言うと先週のダイクに続いてとの登場という形ではあるんですけど、いや可能性としてはあるんじゃないですかね。はい、結構ナビケーター昔使ってたんですけどね、まあどうだろうな。はい、FP に来ればですねあなたの勝利をナビゲートしてくれると思いますので、もし来たらぜひ狙っていただきたいなと思います。であとはですねカルロス・サンチェス選手、これもですねまあ結構僕の中では大穴選手って感じなんですけど、2019も FP で来てましたよね。はい、結構足が速いベテランミッドフィルダーになるんですけど、いやここはですねまあ普通に活躍してるっていうのもあるんですけど、結構ですね順当に選んだりするとプレミアリーグとかに偏るなって思ったので、なんか南米枠みたいな感じで出てきてもおかしくないかなと思ったのでカルロス・サンチェス入れさせていただきました。で最後はですねニースのシプリアン選手ですね。はい、少し前のリーグワンセレクションガチャの候補にもなってましたけど、はい、2ゴールマンオブザマッチということで十分活躍してますので、はい、ありえるんじゃないかなと思います。まあ期待枠で言うと、まあ、マルシャルがどうかなんだよな。ここも可能性としてはあると思いますね。はい、ということで次ディフェンダー行きましょう。でディフェンダーで言うとですね、まあ、バランがレアルマドリードで1ゴール 8.5 取ってるので、はい、結構あるかなと思いつつ、やっぱレアルは結構厳しいのでバラン FP 予想してる人結構いたんですけど、僕の中では期待枠止まりなのかなと思っております。でその中で、ピックアップに置いたのはまずはワンビサカ選手ですね。はい、評価点としてはですねまずまずではあるんですけど、マンオブザマッチ取ってますし勝利に貢献ということで、はい、今節ですねメインパートナーのうちバルサとユナイテッドだけが勝利しているということで、ユナイテッドから1人来ると思うんですよね。はい、そうなると僕の中ではマルシャルかワンビサカだと思うんですけど、まあディフェンダーということもあるのでワンビサカなのかなと思いました。でワンビサカのですね FP 能力値こんな感じで、いや結構強いんだよな。スピシュンかなり高いし、やっぱこのねディフェンス能力っていうのが FP になったことで爆上がりしてるんですよね。でしかもこれですねユナイテッドのクラブセレクションの時なので、もし週間 FP できたらこれより強い可能性十分あると思うんですよね。はい、そうなるとかなり楽しみな選手になると思いますので、はい、期待も込めて今回選出させていただきました。であとですねもう一人ピックアップデート、グリマルド、ベンフィカのグリマルドを置いてるんですけど、まあ、ぶっちゃけグリマルドもアンサルディも両方とも評価点 9.5 位ということで、どっちが来てもおかしくないんですよ。はい、ただやっぱさっきねリーグが固まりすぎるとちょっと良くないって話もしましたけど、そう考えると、まあ、ポルトガルリーグのグリマルド結構ありえるんじゃないかなと思いましたね。まあ、ベンフィカの選手って結構 FP になる印象もありますし、はい、グリマルド選手をピックアップとさせていただきました。で最後のピックアップ枠はモナコからマリパン選手ですね。いやー今週もディフェンダーも難しいですね。はい、なんだかんだむずいなと思いましたね。はい、で最後がですねゴールキーパーですね。はい、ゴールキーパーで言うと本当にね誰が来てもおかしくないですね。はい、その中でまあウィレムのですねベレン・ロイター選手ですね。はい、この選手をピックアップさせていただいて、まあ来るとしたらこの選手銀のゴールキーパーと
とかになりそうなんだよな。まあちょっとね、完全に当たりとは言えないかもしれないですけど、ベレン・ロイター選手ピックアップさせていただきました。ということで今回ですね、 FP 予想終わっていきたいなと思います。いやーどうすかね。まあでも結構楽しみな週ではあると思いますので、はい、僕はケイン来てケイン当てたいなと思っております。ということで今回動画は以上で終了していきたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。本日も動画見てくれてありがとうございました。本日の選手能力クイズはこちらになります。みんなこれクイズやってくれてるかな、ちょっとわかんないな。みんなが満足してくれてるかわからないですけど、やってるよって人いたらこっそりコメントください。ということでまた明日の動画でお会いしましょう。バイバーイ。